マリット・ビョルゲンは、ノルウェー、ソウル・トロンデラーグ県トロンハイム出身の、クロスカントリースキー選手。ミッドトルガウラル在住で、ローン・イルに所属し、スベイン・トア・サムダルのコーチを受けている。2009年12月に、世界アンチ・ドーピング機関から、ズダの薬を服用する許可を受けた。彼女は、数年前から、ズダの薬を服用している。1999年の、 ノルディックスキージュニア世界選手権に出場し 5km クラシカルで8位。翌2000年のジュニア世界選手権では 5KMF37 位、個人スプリント21位と、さほど目立った成績は残していない。クロスカントリースキーワールドカップには1999から2000シーズンに初出場を果たしたがこのシーズンはポイントを獲得できなかった。翌2000から2001シーズンは、 総合53位、スプリント部門48位、2001から2002シーズンは総合32位、スプリント部門36位となった。2002から2003シーズンはワールドカップ初優勝を含めて、スプリントで3勝を挙げ、スプリント部門総合優勝を果たした。総合でも6位となった。2003から2004シーズンは7勝を挙げて、総合2位。 スプリント部門2連覇を達成。2004から2005シーズンは受賞を上げて、初の総合優勝、スプリント部門では3連覇を達成した。2005から2006シーズンは、総合2連覇、スプリント部門4連覇を達成した。2009から2010シーズンは7勝を上げて、ユスチナ・コバルチックに次いで、通算3度目の総合2位となった。 2010から2011シーズンは9勝を挙げたが、前年に続いて、コバルチックに及ばず2年連続4度目の総合2位となった。2011から2012シーズンは9勝を挙げた他2位5回、3位1回で、コバルチックを抑え5年ぶり3度目の総合優勝を達成した。2012から2013シーズンは、総合4位に終わった。シーズン終了時点で、 クロスカントリースキーワールドカップ女子歴代最多の通算59勝、総合優勝3回、総合2位を4回記録している。ノルディックスキー世界選手権ではこれまでに19個のメダルを獲得している。2001年ノルディックスキー世界選手権では複合19位、10KMC24 位とメダルには無縁だった。二0三年ノルディックスキー世界選手権では二個の メダルを獲得。15KMC24 位、45km リレー銀、個人スプリントでは金だった。2005年のルディックスキー世界選手権では、金メダル3個、銀メダル、銅メダル各1個とメダルラッシュになった。10KMF 銅、複合銀、45km リレー金、個人スプリント16位、チームスプリント金、30KMC 金。 2007年のオルディックスキー世界選手権、札幌大会はリレーで2個の銅メダルを獲得したが、個人種目ではメダルに届かなかった。個人スプリント10位、チームスプリント銅、複合12位、10KMF22 位、45km リレー銅、30KMC9 位。2009年のオルディックスキー世界選手権ではメダルに届かなかった。10KMC16 位、 複合19位、個人スプリント9位、45km リレー4位。自国開催の2011年、ノルディックスキー世界選手権では、その期待に応えて4つの金メダルと1つの銀メダルを獲得する大活躍を見せた。2013年ノルディックスキー世界選手権では、前回大会と同じく金メダル4個、銀メダル1個を獲得する大活躍を見せた。 オリンピックでは2018年平昌オリンピック時点で5大会に出場、金8個を含む、計15個のメダルを獲得している。当期五輪史上、8個の金メダル獲得数は最多対記録であり、計15個のメダル獲得数は最多記録である。最初のオリンピックである、ソルトレイクシティオリンピックでは 15KMF50 位、45km リレー銀。 30KMC14 位だった。二度目のオリンピックとなった2006年、トリノオリンピックでは前年の世界選手権で見せたような活躍はできなかった。ビョルゲンはオリンピックの前の週に帰還支援で苦しみ抗生物質を処方された。体調不良のまま臨んだ最初のレースの複合では、 前半のクラシカルで異通のため危険。ヒルでペデルセンと組んだチームスプリントでは4位に止まった。10KMC でようやく銀メダルを獲得したが、アンカーとして望んだ4、5km リレーでは5位に終わり、ノルウェーが1988年以来続けてきたリレーのメダルを逃してしまった。個人スプリントでは18位に終わり、最後の 30km には出場せず、 ペデルセンと共に帰国してしまった。後に彼女は病気と疲れのためと説明した。2009から2010シーズン、世界アンチドーピング機関は、ビョルゲンに対して、禁止薬物リストに記載されている、公然即薬サルブタモールの使用を許可した。ノルウェーチームのコーチ、エイギル・クリスチャンセンによると、このシーズンのビョルゲンの好成績は、薬の使用により呼吸が楽になったことが、 要因の一つにあるとのことである。ビョルゲンは2010年バンクーバーオリンピックでもこの薬を使用し続けたが、ユスチナ・コバルチックはドーピング違反であると批判した。ビョルゲンはズダでない限りサルブタモールを服用する利点はないと主張している。しかし、ある研究結果によれば、喘息のない人にはサルブタモール服用に有利さがあることを示している。 2010年度の新しい禁止薬物リストでは、サルブトモールは、ドーピング違反の場合には2年間の出場禁止が、警告される物質に指定。1ミリリットルにつき1000ナノグラム未満の使用は、認められる。とされた。バンクーバーオリンピックでは、最初の出場種目10キロメートルフリー双方で、銅メダルを獲得すると2種目目の個人スプリントで、念願のオリンピック金メダルを獲得。 続くパシュートとリレーでも金メダル王に輝いた。最後の3 0トルではコバルチックに競い負けて惜しくも銀メダルに終わった。ホルメンコーレン大会では2005年に女子3 0トルで優勝。2010年にも再び3 0トル優勝、スプリントでも優勝した。これらの実績により2010年ホルメンコーレンメダルを受賞した。 2012年にも 30km で優勝した。2015年12月26日に息子を出産。ありがとうございます。